はい。初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、来るものは拒まず、お送りいたします。パーカッションのワークショップ、高文がお届けします。よろしくお願いします。はい、ドドン。ルーディメンツとは。はい。元々は、マーチングにおける、スネアの基本奏法でありますというところですね。まあ、そもそもマーチングってご存知ですか？聞いたことありますか？マーチングの演奏とか、音楽って。要するに、鼓笛隊っていうか、軍楽隊。なんですけれども、まあ、歩きながら演奏するスタイルですね。一番古いマーチングバンドとか軍楽隊って何だか知ってますか？どこだか知ってますか？一番古くはオスマン帝国、トルコですね。の軍楽隊が、まあ、一番古くからあったと言われておりまして、そこからヨーロッパに広まった。まあ、ちょっとね、流行った感じなんですね。その軍楽隊を、その国が持つっていうのが。流行って、で、うちの国でも軍楽隊を取り入れるぞってね、あちこちの国が始めて、かつ、その、まあ、オスマン帝国のスタイルをどんどん模倣したり、新しく変えていったりして、各国ごとに、まあ、それぞれの軍楽隊が生まれたっていう感じ。あと、なんか、贈り物としてもね、使われたみたいですね。国交の、プレゼントとして、マーチングバンドを贈るっていうことがあったみたいです。で、ルーディメンツっていうのは、そういったそのマーチングのスタイルの演奏の中でも、一つ一つ、名前が決まってて、技法、技術、テクニックのことですね。で、どうやらその、もともとはその、スイスの軍楽隊、軍のバンドが、その、指令を出すときに、何か合図として、この音符を叩いたら、まあ今で言う、音符を叩いたら、こういう合図、軍のこういう合図、こういう指令っていう、そのね、合図、指令として使ってたっていうのが元らしいですね。で、そこからまあ発展して、各国ごとのマーチングバンドで取り入れられて、で、ブラストとか、ドラムラインって有名かと思うんですけども、多分みんながマーチングと思ってイメージしやすいのが。で、それって結構その、もうアメリカンカルチャーになってる。ところがあるんですね。で、まあ、書いてあるんですけど、ドラム協会みたいなのがありまして、それがドラムを学ぶ。ドラムっていうのは小太鼓のことね。スネアドラムのことを指してて、スネアドラムを学ぶために、このテクニックを、まあ、こういうふうに順番に覚えていったり、習得していくと、小太鼓の演奏技術が高まるよっていうことで、まあ26個だったり40個っていうのを、まあ、世界標準みたいな形で決めたっていう感じです。はい。これ NARD っていうのはオタクじゃないですよ。National Association of Rudimental Drummers NARD っていうところ協会があって、そこが定めたのが26個で、そこからさらに、PAS Percussive Arts Society っていう団体があるらしくて、まあ、そこがさらに増やして、まあ、40種あるっていう感じです。一応40個もあるんだけど、全部使うかっていうと、まあ、そんなことはないので、まあ、必要なやつだけ各自取り入れていただければっていう感じなんです。ちなみに今はもっとあります。今これ40個って1個1個のやつなんだけれども、それらをね、組み合わせたやつ、2つのルーディメンツを合体させたハイブリッドルーディメンツみたいなのもありまして、今ね、もっとあります。はい。で、まあ、もともとはその小太鼓のスネアドラムの、テクニックだったわけだが、スティーブ・ガットね。まあ、スティーブ・ガットが有名じゃないですかね。まあ、スティーブ・ガットだけではもちろんないと思いますし、ルーツミュージックの中でも、ルーディメンツ的なハンドコントロールをするっていうことは今までもあったと思うんだけれども、特に有名とおぼしきはスティーブ・ガットですね。ドドンガットドラムガット。これがドラムセットの、フレーズなんかに取り入れたことによって、まあ、セットの、演奏の幅が大いに広がったということで、まあ、それをね、やる人、真似する人が増えたっていう感じです。で、今やもう当たり前になっているっていう感じなのね。で、スティックコントロールだったら、まあわかるじゃないですか。小太鼓。いわゆるスネアドラムとドラムセットって限りなく延長線上にあるから。で、じゃあハンドパーカッションどうなのっていう感じなんですよ。スティックってやっぱりリバウンドがあるから、いわゆる細かいテクニックがやりやすいとみんな感じると思うのね。手だとあんまりこう、リバウンドが得られないから、こう体のコントロールを使っていろいろな動かし方をしなくちゃいけないんだけれども、じゃあハンドパーカッションでルーディメンツどうかっていうと、やっぱりね、今はもう当たり前のように、プロのパーカッショニスト、ミュージシャンたちは使っております。まあ代表格で言うと、やっぱり、ジョバンニ・イダルゴ。まあ、このチャンネルでもよく紹介しておりますけども、まあ、世界一のコンガプレイヤーであると。よくね、ヒダルゴっていう人いるんですけど、H 発音しませんから、イダルゴね。ジョバンニ・イダルゴ。あとは、この方知ってます？多分 YouTube とかね、見てるとね、時々おすすめとかに出てくるんじゃないかと思うんですね。ウィーディ・ブライマーっていうね、ギニアのジャンベ奏者なんですけれども、まあ、いわゆる伝統的なハンドパーカッション、ジャンベの中で、ハンドコントロールに、まあ、ルーディメンツを取り入れてるプレイヤーですね。まあ、限りなく技巧的、テクニカルな感じです。いや、それ世界のトッププロだからできるんでしょうと。一般人には無理なんじゃないのと思うかもしれません。で、ハンドパーカッションで、まあ、コンガとかでもね、ダブルストロークって結構な難易度のものだと長い間思われていたんだが、もうね、今やそんなことはないと。私は言い切りますね。はい。まあ、このチャンネルでもいろんな情報をシェアしておりますけれども、もうこのって失礼。すいません。偉大なるですね、ジョバンニ氏が、まあ、DVD とか VHS、いわゆるこの自分のテクニックを公開したのがですね、だいたい20年ぐらい前。もっと前かもしれない。僕は知ってる限りだとだいたい20年ぐらい前なんですけれども、それからもう20年経ってるんですよ。だから、まあ、もうそろそろ世界のトッププロがやり始めて、だんだんプロ、セミプロ、アマチュアにだんだんこうシフトしていくような流れだと思うんですよ。この音楽の、奏法とかテクニックの歴史を見る限り。で、もう20年経ってるんで、もうこれね、一般層まで落ちてる。いわゆるアマチュアレベルでもできるテクニックであると言えると思いますし、この発信、この動画だったりワークショップで残すことによってですね、多分今後もっと増えると思います。はい。まあ、多分ね、これ見てちょっと練習するだけで、実現可能でございますので、なんかダブルやりてえんだけど、うまくできねえなっていう人は、ぜひ見てっていう感じ。はい。まあ今後当たり前になってくるよっていうところですね。マーチングで使われてるのは分かったと。ドラムセットで使われてるのも分かりましたと。プロがやってるのも、ジョバンニとか、ウィリーとかがやってるのも分かりましたと。じゃあ我々がやる必要あんのかと。花本でやる必要ありますかっていうところなんですね。これね、人によります。はい。じゃあルーディメンツどんなのがあるんですかっていうのをお伝えします。フラム。装飾音符がつくやつね。で、これができると何がいいかっていうと、なんとなくね、もう分かると思うんだけども、これはアクセントなんですね。こう、プラッ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 ってこう、装飾符が入ることによって、ただこう、バシッと強く叩くアクセントよりも、さらにこう、存在感があるアクセントが出せますので、普通のリズムパターンでも使えるし、決めとかフィルインなんかに使うとすごい、まあ、メリハリがつくっていうか、いい感じになるっていうやつです。はい。だからこれできたら楽しいよねって思いません？マルチプルバウンスロールというのはですね、いわゆるバズ。普通こうポンと一発叩くところをダラララみたいなバウンドさせる。まあ、スティックだったらリバウンドしますし、スネアには響き線ザザザザってなるね響き線がありますから、こういう奏法ができますというところなんです。でそれをつなげるといわゆるドラーっていうロールになるっていう感じなんだけども、じゃあこれ花本でやったらどうかっていうところなんだけども、僕は思うに指でやったらいいんじゃないかと。いわゆるこういうやつ。まあ、そんなに音量はない、こうバシッと叩くよりはさすがに指だと音量は出ないんだけれども、こういうザララ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 みたいな、スネアでロールをするみたいなニュアンスが出せる。だから、カホンにおけるマルチプルバウンスロール、いわゆるバズロールっていうのは、クローズフィンガーにするといいんじゃないかなと思いますというところですね。まあ、こういう風なのでよくやる人いますね。タララララみたいな。ザラガッザラガッザラガッみたいな。はい。まあ、これもできたらいいよねって。これは結構ね、取り入れてる方はいるんじゃないか、もうすでに。はい。ダブルストロークっていうのは、要するに、右2打、左2打、R、R、L、L、R、R、L、L。で、これを使うというよりかは、どっちかというと、こういうやつ。これはいわゆる5ストロークロール。で、これだけだとよくわかんないと思うんだけれども、要は5発叩くのをダブルストロークからつなげるっていう感じですね。つまり、これだったら、右、右、左、左、右。で、5発。1、2、3、4、5。これが一番使う。はい。っていう感じ。ずっとこう長く、ってやるのって結構大変なんですよ。身体操作的に。だけど、こう一瞬だけ、タカタカタみたいなのをやるのはそんなに難しくないです。はい。これはね、知ってる人いいんじゃないですか。パラディドルって、普通こう、RLRL、右左右左交互なわけなんだけれども、途中でこう、2個挟んだりします。今言ったシングルパラディドルっていうやつだと、RLRR、LRL、L ですね。はい。カホンって基本的に対称。シンメトリーな構造なんで、ずっと右左の交互で続けられるから、あえてこれ2回入れる必要あんのかっていうところなんだけれども、これだけだったら、これ単体で考える場合は、これ必要ないです。正直言ってね。あえて、まあ、必要性を言うとすれば、この頭のアクセント、この頭にこの矢印みたいなのがついてて、これアクセントってことなんだけれども、アクセントをつけるために、その準備動作ができるって感じですね。2回叩いてる間に片方の手が思いっきりこう振り上げることができる、準備できることができるから、こうしっかりと余裕を持って、振り上げることができるっていう感じです。ただまあそれ以外で、言うとですね、なんかと組み合わせた時で一番多分ニーズが多いと思うのが、シンバルこうバーンってやりたいよとかね、スプラッシュ叩きたいよっていう人多いと思うんですが、こうシンバルを叩いたことがある方ならわかると思うんだけど、これってあれ？これどっち手で叩こうってなりません？じゃあこれ右手で叩くとしたら、これ左手でベースいかなきゃってこうなると。だもんで、こういう時にこう手順が、困っちゃう、ダブっちゃうとか、間に合わないっていうことがありえると思うんですね。右左で行って右で行くとどうしても、左左って2回行きたかったり、行く必要があったり、こうしっかりと振り上げて叩きたい時にその準備ができないってことがありますから、こういう時にみたいな。まあ普通はちょっと休んで、タカドンダンみたいな、スペース作ってから行くのが普通なんだけども、まあどうしてもその曲調とかフィルイン、やりたいフィルインによって、パカパカ、ダダダダみたいな、ギリギリまで埋めたい。この、ドーンっていくギリギリまで埋めたい時なんかにパラティドルができると、連続的に叩くことができる。今実はプラスでヒール2のテクニックを使ったんだけれども、こういうことが可能になるっていうことです。まあこんなところでございます。フラムとバズロール、マルチプルバウンスロールとダブルストロークとパラディドルあたりができたらいいよねっていうところでございます。はい。